こんにちは、こんばんは、やさむるです。今回は心ワークラフトパート10かな、やっていきたいと思います。それでね、結構お家を少しね建てまして、こんな感じとこんな感じになったので、ちょっと変わったところを早速見ていきたいと思います。では見ていきましょう。まずは船着き場から見ていきましょう。でもね、船着き場じゃなくて船着き場は変わってない。船着き場はまあ至ってこんな感じ。ここはそんなに変わってないで、ここ外出て普通にこうまあ船出るよって感じなんだけど、こっちのね中を変えました少しで。ここは予定ではまあ牛小屋とかも、牛とかまあ鶏とか、そこら辺をね、ここら辺にちょっと育てておこうかなと思いつつ、ちょっと変わったでしょここ。まあ、形はね変わってないんだけど、でここが少し広くしまして、こんな感じ。結構いいよね。一応奥の方も、荷物がしまえるようにこうなってます。木でコースとか一応5に分けてちょっとね広くしました。うん、自分はね結構いいんじゃないのかなと思います。ね、前はねちょっと狭すぎて、そうなんかなかなかねちゃんと、まあ、整理できないなって感じだったんだけど、まあやっぱり広いにね越したことはないから、こんな感じ。ここはまあ砂とか入ってたけど、少しね使ってないけども、このこっちね、ここ、まあ、前回からまあそこそこやって、まず門構えをこうしました。ここはちょっと今登るためにやってるからあれなんだけど、門構えをこうしました。前はねこう横になってたんだけど、こういう風にしてここを入り口にして、でここ開けるとね、まあ、早速変わってます。ここ開けるとここがね入り口、まあ、ここは入り口だよねここは入り口だけど、ここもう部屋のスペースになってて、ここは今ガラスでね、とりあえず一面ガラスにしておこうかなと思ってます。結構いいでしょ。でここはまあ何だろう、荷物を置くでもいいし、まあ、ここにこう、まあ、チェストを置いて分断してもいいし、まあ、何か置いてもいいし、まあ、壁紙を置くっていうのもありかもしれないね。ここら辺にちょっと寂しいからね、ここら辺とか、あとで壁紙貼るか。うん、でこの階段も最初は、大丈夫か、最初ねここから階段にしたんだけど、こういう風にしました。こっちの方がいいかな。あとはここはぴょんぴょんできるように、2マスだったからちょっと窮屈かなって感じだったんだけど、ここはね3マスにしてジャンプしても大丈夫っていう風にしたので、こんな感じね、こんな感じジャンプしてもビヨンビヨンビヨンっていう風になるようにしたので OK かなと思います。でここの階段はこっちが見える。一応ねベッティがここにあるんだけど、ここからこう少しジャングルが見える感じがちょっといいか、まあ少し怖い感はあるんだけど、夜ジャングルが見えるっていうのはねちょっと怖い感はあるんだけれども、まあ、こんな感じにねしてみようかなと思い、この形にしましたいやでもね結構いい感じなんじゃないのかなとは思ってはいるんですけど、まあ、とりあえずねここの壁はこれで締めようかなと思ってるので、とりあえずこれで締めて、でこっちのね屋根はもう平べったくしようかなと作ってる時に思ってたので、平べったくはするんですけど、まあ、上手い人だったらねすごい形にするのかもしれないし、まあ、でもこう和風じゃないから別に四角でもいいかなっていうことで、ここはでも窓が欲しいかな。ここも多分窓はつけるとは思うんだけど、白樺がいいね。白樺でやっぱりね木材はねかなり使うね。白樺、あと鉄の素材っていうのかな、斧とかね、鉄の斧とか、これね本当にね鉄っていいね、本当に早い。石もまあなんだけど、鉄はねほんと早いから、鉄ゲットして、まあゲットというか鉄をね一応準備しておいてよかったなと思いつつ、なかなかいいんじゃないのかなと。よいしょ。これもね作業しながらガラス作ってって一応ね効率よくやって、結構ね素材集めとかもしたし、まあでもねそういうのもね含めてマインクラフトって楽しいんだけど、
あ、で、あのね、一応ね、まだ考えてるのが、まあこんな感じ、こんな感じ。うん、まあなかなかいいんじゃないこれ。真ん中にちょっとここら辺に、こういうブロックを置いて隠すのもいいけれど、まあ一応これでも悪くないね。おー、ほう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 。なかなかいいね。で、一つね、思ってるのが、ここのね、今一応こう、まあ、丸い石、石のブロックと、石のブロックとこういう風にやったんだけど、ここを、まあ、後々はこう道つないで、あの向こうのちょっとサトウキビが入ってるちょい小さ島があるじゃない。あそこの、まあ、島で何かこうスペースが作れたらいいなっていう風に思ってるから、ここは後々2階の中廊下というか、なんだろうね、あの道をねこうつなげる廊下みたいなのをここから上にね、向こうに、まあ、向こうかワンクッションなんか建物あるのかもしれないけど、まあ、つなげようかなとは思っております。456789101112でしょ。だからちょっと待ってよ。ほで、ここをまあ柵じゃなくてガラスかな、やっぱり。ガラスがいいかな。ほっ、よし、これどうする、なんかガラスとか置いた方がいいかな、こうって。うん、ほっほっほっ、ガラス置くか。ここガラス置き、あーっとガラス置き、あー、いいやいいやいいやいや、そんなね、いや小さいこと気にしても、大きいのにしようよ、大きいのに。おおしゃれやないかいこれおしゃれやないかい。でここも同じくここにやって、おなんかちょっとおしゃれなのできた、嬉しい、よかった。でこうで、でこう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 、あれちょっと違う、ちょっと違うぞ、ここは違う、ここが違うか。でこうか、ふんふんふん。でこうで、であとは1個ずつ、ここ出っ張った方が絶対なんか屋根っぽいからね。はいはいはい、どうでしょう、完成。やったーやったー。どっから落ちて、なんで、あ、なるほど、屋根だからか。どう、まあ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 いいんじゃない、まあまあいいんじゃない。うん、まあちょっとこの窓とかの感じはちょっとかっこ悪いかなって思うところもあるけれど、あるけれど、なんかすげえなんかそこだけポッて出てるけど、まあだけど、うん、なかなか悪くないんじゃないのかなと思います。うん、結構いいんじゃない、結構いい。だからあれでしょ、前編をね見てくれた方はこんな感じになるとは思ってなかったと思うんですが、でここをね、下に下がって、階段で下に下がって、こうなんだろう、海底の中に何かをね作るとかっていうのも一応考えてはいるので、それかここの地下に、あの家の地下につながるなんか通路を作って、そこに、まあ、何か例えば、まあ、犬小屋とかね、犬小屋とか作って、例えばで、もちろんあの家からもこうやってこう入れる、家の中に入れるとか、まあ、そういうのも作ろうかなとは思ってるので、まあ、こんな感じでございます。お、いいね、おす、お、なるほど、結構いいのができた。今日はこれで終わりにしよう。結構ね、あの普通に喋ってやってるだけなんだけど、まあ、そこそこね、あの動画の時間は撮ってるので、これで終わりにしよっかな。ということで今回はおうち建築の後編っていうのかな、後編で以上こんな感じになりました。結構いいよね、結構よくできます。まあ外見はあれかもしれないけど、それはまあちょこちょこもしかしたら変えていくとは思うので、一応とりあえず完成ということでございます。あと内装はそうだな、ちょこちょこ、まあ、次のパートとかまでもやりつつ、
あとはね、でもやりたいことって言ったら、あの牛とかもね集めてこなきゃいけないから、牛集めたりとか、あとはやっぱりダイヤモンドでね、エンチャントもしたいし、ネザーも行きたいっていうのがいろいろとやりたいことはあるので、次回はそうだな、ダイヤモンド見つけに行こうか。あのね、向こう側に丸石とか石を集めるために掘った穴があるので、まあ、そこから下に下がって、次回はダイヤモンドを、強制的にダイヤモンドをゲットする旅に行きたいと思いますので、次回もよろしければ楽しんで見ていただければ嬉しいなと思っております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。